フィッシャー RC4 RCS です。こちらのスキーはオールラウンドモデル、ショートターンとミドルターンのサイドカーブを合わせたタイプになります。印象は、まず軽いというのが一番です。でサンドイッチの構造を持ちながらも、カービング要素をこう 瞬時に出していけるスキーかと思います。まだこの瞬時に出していけるという理由はこのトップ形状ですね。かなり早い段階でトップの抵抗をもらいやすくなってます。ちょっと低い印象はあるんですけども、引っかかる感じからどんどんここにしなりを作って足元全体にという形でトップから受けた抵抗が全て足元まで伝わるというのがこのスキーの魅力かと思います。位置付けとしてはすごくコンフォート性も高いですし、コントロール性も高いです。で快適ながらもこのサンドイッチが持つグリップ感で、スキー全体は薄いんですけども、トーションが綺麗に出ることによってポジションが正確じゃないところから始まっても確実にカービングのラインに乗せてくれます。でもし噛みすぎて動きづらいというような形の雪がある場合でも、トーションが適度にトップを中に入れてきてくれるので、まっすぐ行ってちょっとコントロールが難しくなるとかっていうことは少ないかと思います。あとはいろいろな雪質、急斜面というちょっと難しいコンディションの中ではコントロール性がすごく高いと思います。操作性が高いことによって雪質への影響、斜度への影響、そのあたりが全て改善できる一台だと思います。